お、どうもアルカです。ソンプルリンチのソンガッティでーす。ネギロなんてヘでもね、どうもダストです。あのさ、今日さ、ビジュアル系舐めてない？はい。いや、あれなんですよ。やっぱこう日々ね、日常会話してて、はい。まあ、あと、いろいろ企画撮ってるじゃないですか。はい。編集してて、まあ、こう、二人のね、こう言葉の端々から、まあ、このビジュアル系はこう、コアの人が聞く音楽みたいな、まあ、人気はないみたいな、ちょっと感じ取れる部分があって、はい、僕カットしてきたんですよ、それ今まで、はい、ちょっとね、ちょっと傷つき始めてしまって、はい、僕ちょっとここのとこ3キロ痩せたんですよ、まあ、今回はだから、こう2人にね、ビジュアル系が人気あるんだぞっていうのを知ってもらいたいんですよ、うん、知ってもらうのと、はい、プラス2人のですね、音楽の聞くセンスをちょっと測ろうかなという企画を満を持して持ってまいりました。第1回ビジュアル系の曲オリコン順位やでー。2人には聞くじゃないですか、僕が歌って、はい、でこの曲がオリコントップ10内に入ってるって思った時点で、この時はドンピシャを狙いに行ってください。以上上だと思った場合は11位から16位ぐらいですかねってこう誤飲猶予みたいな。うんうんうん、なるほど。で別に例えばですけど17から20位とかこうあえて範囲を狭めてる。で僕の中でポイントを計算して2人には教えません最後まで。でそれで勝敗を競っていただくわけです。でその幅によってポイントが変わってくる。あ、なるほどね。やっぱりトップ10内の曲とかをこう12位とか予想してしまった場合はやっぱこれ舐めてると思うんですよね。でこれ来たらビジュアル系舐めてるポイントを加算します。あ、でこれは最後に引かれます。はいはいはい、マイナスになるのね。そうですね。でもう一個、例えばよ、50何位の曲を5位とか言ってしまった場合も、うん、確かにこれアーティストとか俺からしたら嬉しいんですよ、うん、申し訳ないですけど、ちょっとこれもこれちょっとビジュアル系っぽく誤算ポイントというとして、こちらもマイナス。え、マジか。勝者には報酬を、敗者にはまあ、残念。残業。僕はビジュアル系を舐めてましたということで申し訳ありませんでしたっていうのをやっていたので認めると思う。本当に僕の方でね、10曲選出してきたので早速歌っていきたいと思います。それではやっていきましょう。 Wash away さらば純情鮮やかです笠の花後の祭りね恋暴き雨ざらし。はい、こちらでございます。一緒に出したってことで一緒に出します。はい、じゃあせーので、あとダスト君が50位から60位、ダッティ君20位から30位。はい、はい、こちらですね、ダルトさんの恋暴き雨ざらしというオリコン順位10位。うわー、やらかしてんのー。これやりましたよ、これ完全にやりましたよ。やっかり切り花を咲かせあてのちゅうがおやも彩るつむじ風に舞い忘れ散りやくて。こちらでございます。ドンドン、ガッティング8位で30位から40位というね。はい、はい、こちらはですね、キリュウさんの、はい、彩りという曲ですね、はいはい、オリコン順位が6位。あーそー。でもガッティングさんがこれ近いんで、はい、ガッティングに普通にポイントあげる。おそー、やっぱ攻めてる。大好きな人の名前もいいです。世界中君につか悲しい思いをさせるかも、それでもいいというなら君は逃げられて嫌われても僕は信じて行くから。ドン、ガッティ君2位、ダスト君9位。これ好みで出ますね。エストリップさんのコールドケースって聞いてますね。そう、エストリップさんをなんとなく、オリコン12位。ダスト君近いんでダスト君ポイントあります。やったー。やがっていくわ。俺めちゃくちゃ嬉しい、これ、はい、ごさんごさん。あー、心らしげにかざしてて孤独というプライドは逆にたたぶりそうへと逃げるための羽だった。誇らしげにかざしてて自己主張という愛をこの光の向こうには自由などなかったんだ。Oh yeah。 のドン、5位、3位。なるほど、はい、ガズキさんの未成年という曲なんですけども、はい、オリコン順位が25位です。
異端芸者時代の曲なんですよ、ね、だよね、そうだっか。いや、あとちょっとこちら誤算ポイント。ひまない雨はストレイト立ち止まる僕はプリズナー吹き抜けてるクラブで交差する闇に囚われたバタフレジナーせーの、ドン。ガティが30位から35位、ダスクが15位から20位と。ナイブさんのバタフライドリーマーっていう曲ですね。オリコンですね。65位です。まあでも、ちょっとこれ、65位ってなかなかむずい数字だと思うんで、ガティ君のが近いんでガティ君にとって。ちょこっと。あなたのことずっと見ています。この鍵あなただけが二人を繋ぐ。もっと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 ギリギリで揺らぐ理性。じゃあ出してもらっていいですか。はい、せーの、ドン。ダスト君が30から40位、ガッティ君が40から50位と4ですね。こちらはですね、レイドさんの鍵穴という曲ですね。10位。それはちょっと舐めてますね。本当は君を押して押して全ての欲望を叶えたい。嫌われてしまうかもと揺れながら戸惑うよ。せーの、ドン。7位、20位から30位、こちらですね、ゴールデンボンバーさんのほやっ言わせてもヒートっていう曲、はい、オリコン3位。ちょっと無理だマジで。来てのレーンはマジで。ちょっとすいませんマジで。マジですいません。世界が今誰の手の中だって、そんなの関係ないだろう。つまらない大人になる前にバイバイ。後悔したくないから。はい、せーの、ドン。ダスト君が30から35、はい、ダスティ君が13、はい、こちらですね、子供ドラゴンさんのネペンですっていう曲ですね、はい、オリコンの順位の方が51です。これあれかな、ダスト君ポイントかな。君は見えないアスリート惑い、声を上げ泣いていたね。言葉を探すこともできずに落ちる涙を拾った。せーの、ドン。11位4位、はい、もうこれドンピシャ狙いに来た。ドンピシャ狙いに来たね。こちらデビスさんのフレンチっていう曲ですね、はい、オリコン順位ですけども2位。あーそう。でもガンティングポイントよし近いんで、よし。どうせライドジェットコースター超ハイスピードで僕ら強くなる。もう一回もう一回ってほらもうやみつける。ヒントとかじゃあいります、ね、最初問題して欲しいっす。はぁ、お願いします。なんかいいっすよ、質問してもらっても答える限りの答えもなく、うん、アーティスト名とか教えてもらえる。アーティストいいっす。あ、言っていいっすか、じゃあ、うん、アーティストはサグですね。あー、せーの、ドン。ダスト君が15位から20位、ガッティ君が40位から50位と、サグさんのですね、クレイジーバニーコースターっていう曲ですね、オリコン順位が3位です。めちゃめちゃやったやん。これはちょっと舐めてますね。おお、でもすげえ接戦だわ。かな、いいっすか。はい、ガッティ君がマイナス32ポイント。マイナスの戦いだな、お前。ダスト君がマイナス31。やったー。私ガッティとダストビジュアル系を舐めてしまいすいませんでした。